40曲峠は、岡山県真庭郡新城村と鳥取県日野郡、日野町との間に位置し、両県の県境をなす峠。標高780メートル。旧国道181号線40曲峠県、境石碑40曲峠看板古くから、出雲海道の難所として知られ、張馬国から、三正河国、法棄国を経て、 出雲国に至る上方と山陰地方を結ぶ、洋路であった。中世には、古代後天皇や後鳥羽上皇が大きに流罪になる際にも、通り、数々の歌を読んでいる。また、江戸時代では、松江藩の参勤交代にも使われた。当時の道は四十曲トンネル、鳥取川入り口は木から登る道が残存しており、トンネル開通までは、三正かへ向かう道と備中へ向かう。 道の分岐点があった。鳥取川は、名前の通り短い間隔で99を折れに、急斜面を登るルートを取る。峠には、出雲街道40曲峠の看板があり、脇の広場は、三正河国側の検問所跡である。岡山側に入ると、一点なだらかで幅も広がり、林野整備のため軽トラック程度は、乗り入れ可能に整備されているが、未歩そ 街道は、新城村に津橋集落から峠を越えて、新城軸へ向かうルートを取る。現在は、国道181号が、1968年開通の40局トンネルで、抜ける。ただ、福音とトンネル内径が、若干狭く大型車同士が離合する際は、トンネル壁面に接触しないよう注意する必要がある。また、峠の前後区間は、急カーブ急勾配の、 連続区間であるため、当期はかなりの交通の難所となる。1992年の米子自動車道全通以前は、米子市から中国自動車道落合インターを結ぶ重要路として、交通量も大変多く、またトンネル内も勾配があることもあり、ジェットファンがフル稼働でも常時トンネル内は排気ガスで霞んでいた。現在は前述の交通の難所ということもあり、 ほとんどの通行車両が米子自動車道を利用することから交通量も激減し、以前に比べ比較的静かなトンネルとなっているが、現在でも大型トラックの通行量は多い。米子大阪間を結んでいた山陰特急バスが国道181号を経由していた時代は、この峠に差し掛かる前に、車掌から40曲峠はカーブ急勾配連続区間であるため、 網棚の荷物の落下等に注意するようアナウンスがなされていた。また、峠の鳥取県側にある一帯バラトンネルは内部がヘアピンカーブになっており、トンネル側壁には大型有害トラックが凍結スリップしてつけたと思われる多数の傷があり、冬場の難所ぶりがうかがえる。国道の旧道は新城村側で盛り土がされており、四輪車は 四駆者であっても侵入不能。日の町側は四駆者であれば、峠手前まで侵入はできるが、地元集落が侵入禁止の看板を立てている。実際の通行も倒木及び枯れで困難を極める。鉄が長年の出水でえぐれている。東宮殿下行計記念兼境石柱があり、2020年10月、 自転森林整備のため強者の重機が新城村側から出入りしている。ありがとうございます。